あの村、なんか店があるみてえだな。ドヒャー！どう？まったく。よし。ふん。あ、へへ。まったく。おい！本気で来るんだな。よっ！
程度じゃないだろう。よっ、はっ、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 よし。あのね。何？何？いいわよ。逃げ。ね、いっちょやってみっか。さて、いっちょやってみっか。こいつは気持ちいいや。はやっ、はやっ、これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。これが修行に使ってそうな滝だな。いや、はっ、いや、はっ、こいつは気持ちいいや。こいつは気持ちいいや。はっ、やっ、はっ、ぼらっとしたことでやっちまったな。すまねえ、ゴールに間に。頑張れ。よし、じゃあやってみっか。いや、はっ、やっ、やっほー。こいつは気持ちいいや。はっ、やっ、ちょっと早く行けそうだな。これなら行けんじゃねえか。はっ、やお、滝だ。やっ。
いつは気持ちいいや。気持ちいいや。はっ。やっ。ぼらっとしたことがやっちまったな。すまね。ゴールに間に合う。頑張れ。よし。気持ちいいや。はっ。やっ。はっ。すまない。ゴールに間に合わなかった。もうちょっと早く行けそうだな。やっ。はっ。やっ。はっ。やっ。はっ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。はっ。やっ。はっ。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。これならいけんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。気持ちいいや。ヒヤホー。はっ。これならいけんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。はっ。
気持ちいいや。ヒヤホー。どんなもんで。ちくしょう。頑張れ。ね。あらら。あ。いや。へへ。ほほほ。な、ママ、な、へへ、はは、サンキュー。いや、いや、おいおい、あ、あ。もう終わったし、修行でもすっか。お、見えてきたな。ずっと帰ってこないからお母さん怒ってたよ。え、そりゃまじいな。父、ただいま。お母さん。ご母さん、当たり前じゃねえか。まったく。それにご飯。いや、はあ、3年後に人造人間が来るから。まあいい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまで勉強。ダメだダメだ。じゃあ当たり前だ。さあ仕方ねえだ。父、だけんどさ、スーパーサイヤ人にも弱。よし、悟空よ。うん、よくぞ地球。早速で悪い。みなにとみんなに。あ、お、わかった。ん、ピッコロ、おめたち。なに、そっか。わ、でもピッコロとご飯大丈夫かな。そら、いったいった。任せておけ。神様の大事な話か。なんだろうな。大事な話か。なんだろうな。よし、見えてきた。よっ、神様。待っていたぞ。うん。線路の調子でも悪いんか。いや、私の死。私のそんな、あくまで予感だ。もう、わかった。うん、だがよく考えて使う。わかったよ、神様。おっと、そろそろもう黒たちは
やじろべえ。オラを呼んだっちゅうことは、そういうこと。なんだ頼みって。先祖だわ先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃそれ集めんの。ならおめえ、おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるの。それもそうか。相変わらず軽い。よし。てなわけで、肥料は場所もこの塔を肥料は。わかった。こりゃ、カリン様か。カリン様にゃ、寝てんかな。ジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。こいつは、こいつはすげえうまそうなもんみーっけ。ああ見えてヤジロベエのやつ刀すご腕なんだよな。初めて会った時魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどなあ、あいつ。あ、すんげえうまそうなもん、みーっけ。ひひひ、いいもん手に入ったな。えい。はい。よし。よし。はい。すんげえうまそうなもん。みっけ。いいもん手に入ったな。いいもん手に入ったな。ん？おめえ。
なるほど。あったあった。どうじゃ？よし、これで。取ってきたぞ。やってくれると信じてたで。ちょっと待ってろ。頼まれとったよ。バカも。それは楽ばかりしよう。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、どんな仕置きをする。そりゃあにゃ。ともあれ、また先祖が育つ。頼んだ。遅くなピッコロたち。やなんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。オラがいねえ間、ワクワクすんぞ。よっはっ、よっはっ、よっはっ、よっ。それじゃ、二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？ご飯、本気でやるぞ。やつに人は、はい、
してもらうぞ。うわっと、あっ、あっ、うわっと、なんじゃねえこりゃ。まだまだ行くぞ。どうした、そんなもんか。ひるむな、ごはん。俺もお前も強くなっているんだ。あっ、あっ、と、うわっ、ガキの頃からあのベジかな、ここにいるとお前そう、ピッコロさん厳しい、使えんガキには用はなかったからな。すまねえなピッコロ、おかげでもしかしたらお父さんたちを超えるだろ、うん、今度3年後、はい、そういえばベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだが、なに、ビジータなら大丈夫だ。